はいどうもピョーキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、スーパーマリオブラザーズ3トロールということで、このコースですね、最近ツイッターで教えてもらったんだけど、一押しのトロールコースですって言ってたんですよ。それはどう一押しなのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.59%。 まあ一押しですって言ってたくらいだからさ、めっちゃ面白いコースだと思うんですよ。それかめっちゃ鬼畜なコース、どっちかだね。開幕は開幕なんもねえのかあのキノコ絶対いるやつだよね。左のキノコ取らなくていいのかな。開幕放題いや今の開幕放題はすげえ無理やり感あるけど、最初に放題にやられたからオッケーということで。何やってんの。ちゃんとキノコが取れるところで待っておこう。全然違うところで待ってたな今。そんで今日のトロールコースさ、めっちゃやりやすそうだよね。画面の情報量が少なくて見やすいの。まあ画面の情報量少なかったらさ、見てるみんなも見やすいかなと思ってこのコースを選びましたまあ嘘ですけど、教えてもらっただけなんですけどね。さあ進んでいきますか。じゃあ次はオンオフをして、スノーサーも絶対襲ってくるよ。なんでジャンプしてすぐ左、これでオッケー。いやまだワンチャンあるよ。こっからまだやり直しが効くみたいな。てやでい、オンオフをして左に行って左を失敗しない、そんでこの下に降りれと。あーね、そういうことしてくるわけね。ゴーバックって書いてたけど、ここ戻れんくない。結局さ、オンオフしてこの土管に戻らないけんよね。そしたら、あ、なるほど、あの土管の上に行けばいいっていうことなんかな。てやでい2。それじゃあここは青の土管から上に行ったら左のドアに入れる、そういう感じじゃないで、このバネで踏んで上に行けと、そういうえ、このバネ持ってっていいのかな。後でバネが必要になるみたいな、そんな感じだと思うんですよね。さあここは、地下ブロック乗ってすぐ右くっそいやでもさ、簡単に当たってやられれるよね。でも僕はそんなことしない。自称エンターテイナーとしてわざわざ上に行きたいと思います。どいてよバネいやこれ相当難しいんじゃないの。あ、結構簡単にいけてよかったね。それじゃあここどう考えてもさ、右のちくわブロックは無理だよね。下に降りてっていいみたいな。なるほど、これで右下の土管の方に行けるっていうことか。それじゃあ進んでいきますか。ここは絶対右が正解だと思う。上のベッド怪しすぎない。一旦取っていこうか、それが正解かもしれない。ドドドドはドーナツのド。それじゃあもう上のベッドの方に行かない。ここで鉄球が出てくる。なるほど、ボブ兵が出てくんのか。さあボブ兵、道を開けてくれ。何もないよなよしよしよし、隠しブロックとかありそうで怖いで、こんなにシンプルだったら。あ、ここでバネがいるっていうことね。さあここを叩いて記録を送れ。右に来んだね。ここさ、ハテナ叩いてキノコ出るのめっちゃ早くなかった。なんで走っていってキノコを取るいや違うんだって、たまにミスることもあるじゃん。このタイミング仮装してキノコ、ナイス。さあ進んでいきますか。今んとこちょっとだけ難しくない。ここが左、うわ今下行ってたら中間取れてたのかな。これもう左上行くしかないよね。これ爪、あれ上行けるね。こっからどうすればいいんだろうやったね、なんか知んないけど右に出ることができました。これで中間ポイントゲットっていう感じか。さあ進んでいきましょう、この調子で。ここは絶対さっきと一緒のパターン来ると思うな。でもさっきと違うと思う。裏をつこう、ボーしてすぐ左を出発。さっきと一緒やんか絶対ダメなやつでしょ。頼む、やり直し聞かせて。どうなんだ一応やじいやここはうまかったね。さっきと同じと見せかけてさっきと同じだったね。じゃあ一旦何もしないで、この青の土管の方が正解っていうことでしょ。ゴールあるじゃねえか、絶対違うよな。あのゴール引っかからねえぞあ
あっつ。そんじゃここは右行ったらダメだったね。赤いドカーの方に行きます。右がゴールなわけないんだよ。さあスネークブロック取って、ここ左上は何もないね。あのドカーの方に行きます。さあスネークブロックよ、行ってくれ。わっわっ左に行くのね。いやこのコースめっちゃ面白いね。見た目はすごいシンプルだけどさ、罠がちゃんと面白く仕上げてくれてるんだよね。さあ次はどんな罠が来る。ここは上、そしてあのドアに入ればいいのか。そしてボクサー、このスネークブロックで気になることがあって、赤い土管の方に戻ろうと思ったら戻れるんだけど絶対違うよね。じゃあ一旦スネークブロックより早くこの右側に行く。そしたらこの扉に入れるっていうことでしょ。それじゃあ進んでいきますか。次は24時。なかなかやるね。ここ反射神経コースまで持ってきやがったよ。じゃあここは左にダッシュして逃げる。これで先に進めるっていう感じだね。さまぁねえな24時。下の24時も怪しいぞ。右見てる。右の方は左見てる。何見つめ合ってんだよ。あ、ナイスサンドイッチ。ここはわざわざ石尾エッジの方に行ったらダメだね。もう無視してこの土管の方に行こう。わざわざ50コインを取る必要なんてないんだよ。あ、ここも優しいね。特になんもなくだよね。火があんのか。まあ、火は簡単に避けれるよ。それじゃあそろそろ次の中間ポイント。いや、この一気アップの裏に何かある。これを信じていきたいと思います。やったね、ナイス1/2。めったにない1/2を当てることができました。さあ進んでいきましょう。ここは叩いて何もしない。忘れてた。それじゃあここ叩いた瞬間すぐ左に行けってことかな。それでもう一回土管の方に入れば先に進めるルートができてるみたいな。この唇植物、なんとなくここ怪しいと思ってたんだよな、最初のところみたいに。じゃあこの上に行ったらドアがあるみたいな。どっから行けるんだろうね。あ、行けた行けた。さあ進んでいきましょう。ここはうわゴールやん。で上のつららを越えることができれば右にゴールできるっていう感じだと思うんですよ。左のベッドを取ればいいのか。頼む、ベッド来てお願い。あ、花もぐら。今日のドロールコースはさ、そんなに鬼畜でもなくて長すぎるわけでもなくて楽しかったな。それじゃあここは一旦花もぐらを出しておく。そしてなんか出てくる。だろう。どれよ、そこはちゃんとよ。もうゴールしたつもりでいったじゃねえか。じゃあここでキノコ、なんでまた取れない。地味にぶつけえな、このキノコ取るの。絶対次こそ取ってみせる。マジ集中していくね。ここで花もぐらを出した後に何やってんだって。だいたいこんなことが多いからピオキングさんわざとらしいですねとか言われるんだよ。しっかり取っていこう。違うんだって、本当に難しいんだって、あのキノコ取るの。もう本当に最後これで取れなかったら僕割り目やめるから。さあここでやった。さあゴールしましょう。いや、やっとクリアできた。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。アンダーテール、アイワズントデターマインド、私は決定できなかった。やっぱやめようかなこれ。いや違うんだって、クリア率見てよ、4295/2だよ。相当難しいことは目に見えてるからね。なんでこのコースリタイアしたいと思います。このコースでツイッターで教えてもらったんですけど、めっちゃ面白そうなコースだったんですよ。ただこんなにクリア率が低いと思わなくってさ、やめようと思ったところですね、あのサムネの花が問いかけてくるんですよ。お前やめんのか、ざまねえなって言ってる気がして、あいつ憎たらしい顔をしやがって。いいさ、やってやるさ。さっき食べたザルうどんの海苔が T シャツについたままやってやるさ。いや今 T シャツ見たらさ、ザルうどんの海苔のカスがビシッと見てる。汚ねえなって思うんですけど、とりあえずじゃあ右にダッシュしてっていいかな。まあ、絶対間に合わないと思うんですけど、これは10秒っていうことが分かったね。残り1秒。うわ、ゴール全然見えんね。多分この坂をうまく使ってゴールを目指していくと思うんですよね。そして僕気になってることがあるんですよ。左のこの土管、何なんだ。ゴールまで直結するとかそういうのはないだろうな。お前からだ。
まさかこの土管がサムネの場所とは思わなかったな。じゃあこの坂なんだけど、登るときはやっぱ遅いと思うんだよね。で下るときは早いでしょ。なんで下るときにジャンプして登り坂を回避しながら進んでいく。一旦それでやってってみよっか。なんでまず一発目の登り坂ジャンプして回避するでしょ。そっから登り坂手前でジャンプを繰り返していく。これが一番早いルートなんじゃないんですかね。さあどうだ、これでゴールはできないよね。クリア率 0.04% がそんな簡単にクリアできるわけないんだよな。じゃあさ、ジャンプする場所を見極めていこっか。まずこの登り坂の下はダメだったからさ、下り坂の途中で次からやってってみるね。それじゃあ下り坂の途中でジャンプを繰り返していく。これでどうかな。うわ遅いね、さっきより全然遅い気がする。なんでゴール絶対届かんばい、これ。うわやっぱりね。ちょっともう一回用途見てっていいかな。絶対どっかでヒントがあるはずなんだよな。ここ?あ、今見た、今めっちゃジャンプ速くなかった。これこれこれ、多分ね下り坂で最高スピードの時にジャンプだね、きっと。もう一回やってってみるね。下り坂で最高スピードの時にジャンプ、絶対これだよ。速くない、さっきより全然。さあ行きましょうマリオ、これでクリアできるんじゃないんですかね。いやおっしゃ、考えとしては絶対合ってる。これを何度か繰り返していけばゴールできると思うんですよ。さあ行きましょうマリュー、さっきより全然調子がいいんじゃないの。これはワンチャンゴールできるかもしれない。さあゴールに近づいてくれ。すいません、今更なんですけど、もうちょっと分かりやすく説明した方がいいですよね。マリオが下ってる時、グイって下がる時あるじゃん。そん時にジャンプしたらめっちゃ速いジャンプになるんだよね。この速いジャンプをしつつ上り坂をかわしていく。なんでイメージとしてはさ、ちょっと動いてるから止めるね。この下り坂の区の部分まで走ってって、こっからジャンプして上り坂だけかわしていく、これの繰り返しだと思うんですよ。ただそれが分かったからって言ってさ、毎回速いジャンプができるわけじゃないんだよね。ほら今さ遅いじゃんジャンプが。でも成功した時ってめっちゃ速いジャンプに変わるのよ。あ、今一回なんだの分かったかな。タイミングがマジでシビアだねこれ。だからクリア率が 0.04% なんだね。でもみんな見てて、きっちりこのコース攻略していきたいと思います。一発マリオ名人としてその名に恥じぬようこのコースを攻略していきたいと思います。なんで取れてないの。いけない、今日は母の日だった。大好きなお母さんにお花を買わなくちゃ。大丈夫かな、お店閉まっちゃわないかな。もうすぐで閉店だけど、お願いします神様、僕にお花を買わして。はい、閉店でーす。ピオキング、わしに任せるんじゃ。わしは昔陸上部でな、100m 走全国大会1位を取ったこともあったんだぞ。そんなわしの手にかかれば、花の一輪や二輪すぐに帰るって。もっ引っ込んでろ雑魚げ。すいません、そろそろ真面目にやってっていいですかね。クリア率 0.04% のコース、あんな小芝居しながらやっていくってまず難しいと思うんですよ。まあ、クリアしたとしても、アテレコですかとかよく言われるんですけど、僕はちゃんとやってるんだから。いや今のは絶対におかしい。ファイヤーフラワーに当たっちゃったやんね。ファイヤーフラワーに当たってもファイヤーフラワー獲得できないなんて、そんなのクリアできるわけないじゃないですか。運営さんどうかしてよ、任天堂さん。おかしいって言ってんだよ。すいません、もうそろそろ黙ろうかなと思います。こんな難しいコースをあんな実況しながらやってたら僕の喉も潰れちゃうよ。心配してくれてるから、リスナーさんのみんなも。その心配をかけないようにちゃんとクリアしていきたい。やったやっとクリアできた。マジで難しかったこのコース。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。